この辺で、この後ろにかけあのトスするとスペイン打ちやすいんだけど、日本人が打つスペインなんて知れてる、いくら打っても打ち込まれるだけだから、ここでいろいろできるよ。ただコースが分かんないから。はい。であと、ダイナミックにね、ジャンプする、後ろ足が跳ねる、何よりも大事なのは、トスなんだけど、その次に大事なのはこの肘です。肘の動き、この90度が90度で動いてる。そうすると肩甲骨も使われて、お腹も使って足も使って体幹も使って全部使います。90度で動かせればこう来てこう来ると全部使います。前、腰で、あと腰前だったら、ちょっとロディックぐらい前に出てる。うーって。